どうもブランド古着ブローチの中村と申します。今日ご紹介させていただくブランドは、Yesterday's Tomorrow っていう日本の 17AW からあれですね、始まったブランドですね。今年の秋冬から始まったのですごく新しいブランドになります。で、一応どんなブランドかっていうのをご説明させていただきますと、もともとノンネイティブっていうもう日本の有名なブランドで、昔からブランドで、やっている、アシスタントディレクターなんだっけ、アシスタントかな、アシスタント10年間やっていた方が独立して、始めたブランドになります。Yesterday's Tomorrow自体は、どんな服が多いかっていうと、今多分写真が多分僕のサイン出てると思うんですけど、まあこんな写真、こんな服が多いです。アメカジベースで多分今季は考えていて、で、もともとすごい古着屋でも働いていたぐらい、普通のこういうブランド古着ではなくて、僕が働いているような、普通のもう古着屋さんで、アメリカ古着みたいなもので働いてた方が、作っているので、ちょっとそのアメカジテイストのものを、なんて言うんでしょう、きれいめに仕立て上げてるというか、一応ヨーロピアンテイストって言った方がいいんじゃないかな、わかんないですけど、アメカジベースで、でも今そのみんなが着たいサイズ感とか、着たいサイズ感とか着たい、テイストに仕上がってる服だなっていう感じに僕は感じました。すごい本当に今風だけど、なんて言うんでしょう、その時代にとらわれない感じがしていて、いいブランドだなと思ったので今回ご紹介させていただきます。この Yesterday Tomorrow 自体をご紹介しようと思った一つとしてはあれですね、Yesterday Tomorrow ってなんでそういうブランド名かっていうと、Yesterday そのままなんですけど、Yesterday が昨日で Tomorrow が明日になるんで、昨日の明日って意味で今日になるんですよね。だからそういう昨日の明日で今日着る服みたいな、今着ていく服を作っていくって意味で使われてるのかなとか思ったりして、すごいかっこいいブランド名だなと思ったのも紹介する一つの理由ですかね。はい、それではちょっとどんな感じか着眼に行きましょう。はい、いかがだったでしょうか。僕はこのスウェットしか買ってないんで、ちょっと他の、コートとかキルティングのコートとかレザージャケットとかは結構いい、なんかその目玉アイテム、今季の目玉アイテムだと思うんで、ただちょっとオンラインとか見ると結構売り切れも多いので、中古の相場とかもすごい高いブランドになってくるんで、もしかしたらちょっと入手しづらいかもしれないんですけれども、もしよかったなと思う人がいたらぜひ買ってきてみてください。すごい今のコーディネートに合わせやすいと思います。はい、それではまた次からも、ちょっと今回の動画遅れちゃったんですけど、また次からもどんどん動画を出していこうと思いますので、もしいいと思ったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。